精神的なこと、それも技術のうち。いい？自分で高めること、それも技術のうちな。本気でゲットミー。はい、どうも佐山薄いことマイケル薄いです。ポーン。はい、ということで、今回はですね、アルパインスタイル福岡 R3 にてホイールの紹介をしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは今回紹介するホイールはこちらです。でーでー、今回、ニューズの YouTube では初となります、 AVS モデル F15 でございます。はい、今回ですね、紹介しているこちらのホイールのサイズは19インチの 11J で、インセットが51という、あのポルシェの専用サイズとなっております。で、 PCD も5-130というサイズなので、もう本当にポルシェ用のサイズとなっております。で、タイヤでも有名なあの横浜タイヤさんがやってるホイールですね、今回初めて紹介していきます。単造ホイールなのですごい軽い製法でできております。で、特徴としてはツイン5スポークですね、いわゆる 2×5 っていうですね、はいはい、で、近くで見ていただいたら分かるんですけれども、軽さをこちらも追求するために、このサイドの部分ですね、この肉抜きが確かに、はい、入ってますね。こちらも横浜さんの技術のうちでございます。なるほどですね、はい、近くで、はい、あの見ても非常にそのマシニングが綺麗で、はい、仕上がりも、はい、ほんと綺麗です。綺麗です。で、あとはですね、こちらセンターキャップもアルミでできていて、センターキャップもアルミなんですね、はい、そうです。普通樹脂製が多いですね。そうですね、樹脂製が多いんですけれども、やっぱり凝ってるのでかっこいいですよね、センターキャップも。 しかもこのセンターキャップオーナメントの周りですね、こちらもダミー、一見ダミーに見えるんですけれども、実はこれ本物のネジなんですね。そうなんですよ、はい、このように本物のネジでございます。あー、すごい作り込みですね。はい、細部までこだわっております。これも技術のうち。はい、でやっぱりこういうちっちゃなところでもこだわってるんですけれども、このスポークの裏側も実は肉抜きされてて、軽さを追求しているようなホイールとなってます。で、あとはですね、こちらのホイールの特徴はフェイス1からフェイス3まであって、こちらのサンプルはフェイス3で一番コンケーブがあるホイールとなっているんですけれども。なるほどです、はい、じゃあこれフェイス3ということなんで、はい、横から見ていきたいと思います。はい、さすがに一番深いコンケーブなだけあって立体的ですね、はいはい、あとはこの天面のこのダイヤカットだったりとか、角度によって輝きの解き放ち方がやっぱりあのすごい高級感のあるホイールですね。そうですね、はい、ちょっとカメラ越しでは分かりにくいんですけども、今この光の筋がこう通ってるのは分かると思うんですけど、はい、これが本当に太陽の光とか照明の光を浴びた時にすごいレインボーになるんですよね、はい、それがやっぱり綺麗にマシニングされてる証拠というか、はい、とにかく本当クオリティは高いです、はい、続いて設定されてるカラーですね。こちらのカラーはグロスブラックコンビっていうカラーになってまして、全種類で4カラーとなってます、プラチナムブラックコンビ、プラチナムレッドコンビとプラチナムブルーコンビの4種類となっております。で、サイズはこちら19インチと、もう
ワンサイズ20インチの2サイズとなっております。で、合うお車なんですけれども、まあ冒頭で紹介してさせていただいたこちらはポルシェのサイズだったり、もうフェラーリなんかもあるので、スーパーカーのサイズも作られております。でもちろんあの国産車用のサイズもあるので、あの SUV でセダンにも合うようなサイズも展開されています。でもちろんあのスポーツカーですねにも合うようなサイズがありますので、ぜひぜひ気になる方はすごいおすすめのホイールです。はい、今回紹介させていただいたこの F15 すごいかっこいいおすすめのホイールとなってます。まあうちでもこう実際にサンプル、まあ、この F15 以外にもサンプルはたくさんございますので、リアルマッチングだったりとか実際に見て触れてみることも良いかと思います。はい、まあ、気になる方がいればですね、お値段だったりとか納期サイズ、私マイケル薄いまで LINE でもお電話でもじゃんじゃん受付しております。はい、最後になりますが、こちらの動画を気に入っていただいた方はいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。イエッサー。